帰ったらお父さんに話しなさい。皆さんに気をつけよう。あ、この二三日にここに来てはいけない。何にあったら信号をやる。はい。おい、漢字を勉強しなさい。はい。彩华，彩华，你行了？差不多了。你拄只送到垃圾边啊？换一双哦。好。彩华，快进来哦！那给我请坐啦！你是要创啥？咱若是大大方方出门较好啊！坐啦。
你敢会记得你回国了后，咱第一次见面的一天？さくら、咲いてる時を覚える。明るい太陽、上々な風を吹く。花はまるで首を長く伸ばすよう、ゆっくり揺れている。その後、リン君は木の下で眠るだろうと覚える。ああ、そんな気持ち良い日。なんとなく一つの考え方が出てきた。死ぬ前その日を思い出したら笑いながら死んでもいい。明るい灯が頼り、美しさはそんなに持たない。そうじゃないと思うよ。我想，咱所谓拍的，白拢白了。我相信，咱的囡仔一定有一个美好的未来。囡仔的名，就叫志平了。是。在平等。请你甲大家讲。